メンタルデトックス視床下部脳幹に気を入れる送る、施術者はですね、非施術者を殴打して両手両足の邪気を払います。こうやってね、でゆっくり口から息を吐いて、ゆっくりと鼻から息を吸い込みます。で腹式呼吸をした後、非施術者の後頭部に施術者は手のひらを当てて気を送ります。送るというよりも宇宙とつながる感じで、宇宙の力をすべて非施術者に注ぐ感じです。宇宙の気を注入する、天とのつながりのエネルギーを邪気を払った後、施術者に注入して無になる、無の状態の意識を持っていくとですね、20分程度で非施術者は元気にエネルギーの補給ができて、邪気を払ってメンタルデトックスが可能になると。これは脳幹に気を送ることにより幸せホルモンの分泌を促し、副交感神経が活性化、要するに優位になって精神が安定してくるためと考えられる。幸せホルモンとはエンドルフィン、セロトニン等である。薬を服用せずこのような効果を出すのは驚嘆すべきなものであるというですね。でこれもやってしまいますね。気管自己増進法っていうんですけども、邪気を払ってまずは瞑想、気功体操、プルプルを行うと。常に暗算して、今は最初が多いですね。暗算をするときには目をつぶり、手のひらを上空に向けて、親指と人差し指で円を作り、腹式呼吸ながらしながら宇宙とつながる意味を、意識を持つということを聞いたことあるんですが、まさにそういう感じですね。私のこういう筋肉を緩めたり呼吸っていうのは、小児憲法の先生とうちの家内の方から初めて聞きました。初めはね、何で息をすれば筋肉緩むとかね、屈伸ができるとかね、信じられなかったんですけど、もう本当に一番の幹でした。自分の身体の部位ですね、手のひらをかざしてその変化を感じる。身の回りや友人に体を借りて手のひらをかざしてその体をスキャンする感じで体中を流すと。例えば家の人に毎日体を借りて手のひらスキャンをし、それを記録して体調の良い時と悪い時の変化を体感する。花屋の花、動物、樹木、石などの気を感じ取る。生命のあるものの身体に良いものは、また良い場所には良い気を醸し出している。また上級者または良い気を出せるようになった修練者は、瞑想をするとその振動数で猫や犬が集まってくる経験がある。今はもうね、魚が集まってきましたね。ブッダの絵で瞑想をしているブッダのもとに、鹿や鳥が楽しそうに描かれているものがあるが、花もきれいに咲いていて、まさに楽園のような描写であるが、あれは本当にあのような状態があったことが伺われる。私はこのですね、生徒さんが瞑想してて、ごんべ式瞑想で瞑想してる時に猫が寄ってきたっていう話聞いてですね、それからこれを信じるようになりました。それまではさすがに、なんでこんな落ちられた掛け軸があんのかな、ブッダに失礼じゃないかなと思ったぐらいでした。でブッダもいい顔されてました、にこやかなね。その他気管を高めるものとして、2つのペットボトルに入れている方と入れない方を目隠しして、手のひらの感覚だけで、掌握する方法がある。その他修練者同士離れていて手をかざして感覚を高める方法がある。これも上級者になるとお互いに手をかざし合いをするや否や、その手の感覚がですね、分かるようになってまいりますということですね。